こんにちは、日野です。今日は2024年の1月の24日になります。今、最強寒波が来ているということで、こちらもかなり冷え込んでますけれども、ちょっと雪が舞ってますけど、こちらはですね、そんなにひどくは降らないと思うんですけど、今日でも夜はさすがに降るかもしれないですね。ニュースでもですね、滋賀県、それから福井県がかなり積雪が多いっていうことで注意報みたいな出されていましたけれども、滋賀県って言っても北と南ではですね、だいぶ気候が違いまして、特に僕が住んでいるところは南の方になるので、ありがたいというか、そんなに雪も降らないんですよね。で、湖北、湖の、琵琶湖の北、湖北っていうんですけれども、湖北の方はですね、かなり雪が深くなりますね。彦根城のある彦根とかですね、長浜というね、ところ、あと米原という新幹線が止まる駅があるんですけども、そのあたりになるともうかなり雪が深くなって、滋賀県といえどもですね、いろんなこう、やっぱり、北と南ではね、かなり、様相が違ってくるということになります。こちらは本当にありがたいことに、そんなに、ね、ひどくは降らないところですね。気候も穏やかで、どっちかというと住みやすいところですね。だからこちらの湖南地域、である草津とかですね、あと大津市とか森山とか、そのあたりは人口もですね、増えているんですよね。この前、そういえば、取り上げたというか、今、伊勢神宮についていろいろ書いていってるんですけれども、その中で伊勢神宮と元伊勢のこの神社っていうのがありまして、その、この神社と伊勢の三宮、伊勢の内宮と下宮と、もう一つ伊沢宮という神社が、伊勢神宮の別宮の一つなんですけれども、伊沢宮。その三つがですね、実は伊勢三宮ということで、もともと伊勢神宮は3つから3宮からなるということがあるんですよね。で、その伊沢宮っていうのは封印されている神社で、それがちょうど、なんて言うんでしょう、斜めに並ぶんですよね。線でこう大体結ぶことができる、ちょうどオリオンの三つ星をこう反転させた状態なんですけれども、そういうふうに、西北東南ラインっていうんですかね、西北東南ラインに沿って建てられている。で、それをさらにこう西北に伸ばしていくと、この神社にぶち当たるんですよね。だからこの一本の線でこう 南北じゃないですね、西北東南ラインっていうのができるんですけれども、もともと本来はですね、この神社っていう、京都府の宮津市にあるこの神社ってあるんですけれども、そこと伊沢宮がですね、阿吽の関係になっていて、もともとその2つの社があったんですよね。で、そのライン上に内宮と下宮を後に作ったというのが本当のところみたいですね。で、そのライン上に実はちょうど琵琶湖の下の方がかかっていて、それを前もどっかで何回か言ってますけれども、ちょうど草津市のあたりを通るということで、実際こう線を引いてみると、僕のその今ある店がほぼね、そのライン上に並ぶんですよ。ライン上に並ぶんですよね。で、しかもこの神社と伊勢神宮、内宮で結んでやるとよくわかるんですけれども、ちょうどその中間地点になるんですよね。だから非常に面白いなと思って、面白い偶然というかね、たまたまなんですけれども、そういう偶然に多分 4,5 年前ですかね、たまたま気づいて、面白いなというふうに、面白いシンクロニシティだなと思って、もともとこの神社とか、伊勢神宮は参拝よく行ってたので、そういったその線上に並ぶ、しかもその中心点になるっていうことで、何かこう守られているというかね、なんて言うんでしょう、そういうご加護をいただいているような感覚になったのをすごく覚えてますね。だから、そういう一致が、偶然の一致、シンクロニシティっていうのがありましたね。そういうのがあったということで、何の話からなったのか、ちょっとよくわかんないんですけれども、こちらはですね、寒いというね、
寒いですけれども、まだマシだというところですよね。ちょっと話は変わりますけれども、神田正輝さんですね。神田正則さんは、ビジネスの方の方ですね。神田正輝さんですね。が、復帰するというね、ニュースが今日入っていましたね。で、僕自身、復帰は無理だろうっていうふうにね、言ってしまったんですけど、申し訳なかったなと思いますね。まあ、非常に、いいことだと思いますし、ただ、まだまだこう、完全なのかどうかっていうところがちょっと、わからないというかね。まあ、実際、あれだけ衰えておられたことを思ったら、どれだけ回復されてるのかっていうのがね、でもテレビに出れるということは、ある程度、やっぱり回復はされているというふうに思うんですけれども、生命エネルギーみたいな神田さんの、まあ、勝手ながら、まあ、本当はこういうのあれなんですけれども、勝手ながらちょっと見てみると、60% 台ぐらいなんですよね。だから万全とは言えないんじゃないかなというふうに思いますね、僕の感覚では。まあ、でも、テレビに、復帰する、旅サラダというテレビにね、復帰するということですので、今月の27日からということで、まあ、とりあえずは、良かったなというところですよね。まあ、それがずっとまた、レギュラーとしてね、続いて、で、続けることができれば一番いいなと思うんですけれども、まあ、あまり無理をされないように、した方がいいのかなとは思うんですけれども、とりあえずそういう報道がありましたので、まずはね、頑張ってほしいなっていうことは感じますね。ということでですね、ちょっと雑談になりましたけれども、今回はですね、以上になります。ありがとうございます。